お待たせいたしました。福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は右の武田、対するマリーンズの先発は左の小島、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の武田、マウンドに上がりました。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは荻野。背番号0、はい、第1球、1球目ストレート空振り、少し迷ったか。第2球、投げた、縦のカーブ、ボール。投球はこれから3球目、3球目ストライク、追い込んでいます。さあ4球目、打ちました、ファール。さあ投球は5球目、投げた、ボール。第6球を投げた、ボール。投げた、膝元、空振り三振。左バッターボックスは2番マーティ。背番号79。第1球ストライク、1球目ストライクから投げた、打った、右中間へ上がった、ライト前に出る、ヒット。マーティン、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号第1球投げました、打った、ファールボール。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。第3球を投げました、インロー見送ってストライク、追い込んでから投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、センター前ヒット、センターからサードへ、中村ナイスバッティングです。ホークス先制のピンチを迎えます。背番号51。第1球投げた、決まってストライク、タイミング合いません。第2球投げた、危ない球、投げた、ストライク、カーブに全くタイミング合いません。追い込んで投げた、ボール。第5球投げた、空振り三振。リプレイをご覧ください。バッターは指名打者レアード、大きな声援が届いています。第1球投げました、低めのボール引っ掛けた、当たり損ねはショートゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。武田、ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。ホークス立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは佐藤。第1球投げました、決まってストライク。第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、1球外した、ボール。第4球を投げました、低めいっぱい、見逃し三振。バッターは7番安田。安田、背番号5。第1球投げました、危ない球。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、セカンドゴロ正面、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番高部。第1球ストレートはボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ストレートはボール、インローへ。第4球を投げた、流し打ち、ファール。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。武田、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。マリーンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番エチバリア。第1球ストライク、タ
イミング合いません。1球目空振りから第2球投げました。ストライク。少し迷ったか。第3球を投げました。ボール。次は4球目投げました。打った。三塁線フェアだ。エチェバリア、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。ボール。投球これから2球目ボール。投球は3球目投げた。ここは振ってきました。ピッチャー前に転がした。一塁へ送る。一塁アウト。これはアウトです。第1球投げた。見送ってストライク。第2球アウトロー空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。外を際どい。ボール。投げた。ボール。インコース低め。第5球投げた。インコース低め。見逃し三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは中村。ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げました。打った。ショートバウンド。ボールを取った。牧原軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。武田ワンアウト二塁のピンチでしたがここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは山口。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました。ボール。外角低め。第3球を投げました。アウトコース低めいっぱい。ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投げました。縦のスライダー。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました。ストレート見送ってストライク。さあ次の投球投げた。ボール。第3球を投げた。外れた。ボール。投げた。4球目空振り。さあ5球は5球目投げた。打ちました。いい当たり。センター前ヒット。クリーンヒットです。レアード。ナイスバッティングです。バッターは6番佐藤。第1球ストレートはストライク。初球ストライクから第2球。おっと自打球。第3球を投げた。アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。武田見事なピッチングです。投げました。ストレートはボール。第2球投げました。危ない球。第3球を投げました。3球目ストライク。次が4球目投げました。縦のカーブ。ボール。外角へ。第5球投げました。内角低めいっぱい。ストライク。第6球はランナースタートを切った。三振。武田いい投球を見せました。4回の表が終わって5対0です。5回の表5点を追いかけます。マリーンズの攻撃。先頭バッターは高め。アウトロー際どい球。ボール。第2球投げた。決まった。ストライク。第3球は打ちました。ファールボール。第4球を投げた。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは9番エチェバリア。第9球インロー際どい球。ボール。投球これから2球目。アウトコース低め。縦のスライダー外れてボール。投げた。外角低め。直球は外れてボール。第4球を投げた。4球目ストライク。第5球投げた。縦のスライダー決まってストライク。第6球を投げました。打ちました。牧原ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第1球投げました。初球見送ってストライク。まずは決めてきました。投げました。ボール。第3球を投げました。打ちました。三遊間の打球。一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。武田この回ピシャッと3人で抑えています。5回の表が終わって5対0です。ゲームは後半に入ります。トップバッターはマーティン。ボール。第2球
投げました。決まってストライク。第3球を投げた。3球目ストライク。次が4球目。投げた。打ちました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番中村。今日3打席目。第9投げた。打ちました。初球打ち。武田掴んだ。ピッチャーから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番山口。ここまで2三振といいところがありません。投げた。インコース低め、ストライク。投球これから2球目。縦のカーブ、ボール。第3球を投げた。まっすぐ見送ってストライク。追い込んでいます。投げました。アウトロー際どい球、ボール。次が5球目。内角低めいっぱい、見逃し三振。武田最後は見逃し三振に仕留めました。6回の表が終わって5対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは指名打者レアード。投げました。初球縦のカーブは空振り。タイミング合いません。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。ボール。投球これから4球目。4球目空振り。追い込んでから第5球投げました。三振。最後は146キロストレート。左バッターボックスには佐藤。ここまで2打席連続三振。直球ストライク、アウトローへ。第2球外角低め、見送ってストライク。これで追い込みました。投げた。インロー際どい球、ボール。第4球を投げた。打ちました。キャッチャー取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番安田。今日はセカンドゴロと三振。第9投げた。初球はストライク。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。1球外してボール。さあ4球目。インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。8回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは高部。ここまで2打席連続三振。おっとセーフティーバントだ。一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番エチバリア。これが3度目のバッターボックス。投げました。ボール。第2球投げました。変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げました。3球目ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました。危ない球。投球これから5球目。見送ってボール。投球はこれから6球目。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。打順は1番に帰って荻野。第9投げました。初球を打ちました。掴んでこれで3アウトになります。武田この回もきっちり三者凡退に打ち取りました。8回の表が終わって5対0です。いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターはマーティン。第9投げた。ストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから投げた。内角低め、縦のカーブ外れてボール。第3球は直球ストライク、インローへ。第4球を投げた。外角低めいっぱい、見逃し三振。第9球初球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。低めボール球打った。セカンド右へのゴロ、アウト。あと1人。バッターは4番山口。ホークスここは何としても抑えたい場面。投げた。アウトコース低めストライク。第2球投げました。危ない球。第3球を投げました。ストライク。さあ次の1球が最後となるか。投げました。打ったに当たりだ。センター交代。
中継。バッターランナー二塁でストップ。山口、いいバッティングを見せました。バッターは DH のレアード。第1球投げました。見送ってストライク。第2球変化球ストライク、アウトローへ。これで追い込みました。投げました、空振り三振、バッターアウト。武田、見事な完封勝利、ホークス圧勝です。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手武田、負け投手小島。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。